パンフレットとかも全部なくなってまして、手応えがあったような感じがします。明日からも明日の分を、今慌てて今日の24時間やってる名刺とかの作成できるところに頼んでもう200枚追加で頼みました。疲れたんですか。疲れたんですか。雨ですけどもどのぐらい来るのかなと思って、まあ、初日は正直もうわーって言ってる間に記憶にあるので言うとドバイの方とかインドの方とか、まあ、あと中国の方スペインの人ともお話ししたし、青汁というものにもともと興味を持ってる方や全くそれ何みたいな人までいろいろ話をできたので、まあ、その中で一つの国とかでもね本当に興味を持ってくれてアプローチできると面白いなと思ってます。今日がちょっとこうアポもいっぱい入ってたりもするので、あと頭もちょっと冴えてきて、みんなも多分なんかあこういうことをみんな聞かれるんだなってこともなんか分かってきたので、展示会ってこんな感じかっていうのも分かってきたので、ちょっと今日成果を出したいと思います。イエイ。ここもアポがちょっと入ってるので頑張ります。
イエイ、シンガポール行けそう。での、課題も見えたりとか、でもすごく興味を持ってくださった方とかもいたので、結構1日目より2日目、2日目より3日目ってこうみんなの、ね、トークスキルが上がってきてて、柑橘に要点を入れるようになってきているのでね。でもちょっと疲労が溜まってきて口が回らなくもなってるけど頑張ります。ハマったらなんかおしゃれって感じになってくれたらいい。青汁イズおしゃれみたいになったらいいですよね。手応えありましたよ。まあまだ具体的数字をあれしてないんで、ここからメールとかして本当に決まるかですけど、輸出できちゃうかもしれないですね。疲れてみんなね。しました。いや、まあ、初めての輸出エクスポということで、どんな感じに、手応えがあるのかっていうのは、まあ、今後、ここからのいろんなメールのやり取りとかで、出てくるとは思いますけれども、まあね、これからに期待して、でもなかなかいい手応えありましたね。うん、頑張ります。